はい、こんにちは。年が明けて2023年最初のレースは、滋賀県の希望が丘、広い公園を利用したダイナミックな、そういうことなんですけど、スタートしました。この日は、全日本1週間前ってこともあって、竹野内優だとか、信玄だとか、ちょっと強豪選手が集まってきているような状況です。でスタート後は、こういうダートの上りを登っていきます。結構スピードを乗るんですよね。それなりの上りではあるんですけど、スタート直後でみんな元気なのと、ここの位置取りが後々効いてくるので、できるだけここで前の方に上がっておきたいっていうのが各選手の思惑です。ただちょっと砂利が浮いててライン外すと滑るんですよね。で今順位が10番手には入ってますけど、もうちょっと前5、6番手ぐらいまで上がっておきたいっていうところですね。で前に上がって、当たるちゃんちょっと車間空いたんで右からパスしたところ、ごめんごめん、はい、一本のラインに交錯する形で接触してバランスを崩したアタルちゃんが倒れ込んできて2人揃ってこけたっていう形です。で被害としてはアイウェアのレンズが外れてちょっと復帰に手間取ってます。で体の方は鎖骨は大丈夫で腕も大丈夫、ただ肩が結構痛いっていう状態です。でバイクの方は幸い無傷でどこも壊れてませんでした。でなかなかレンズがはまらなくて復帰に手間取って、その間最後尾まで落ちてしまいました。はい、ようやく、バイクにまたがって再スタート。もう周りの選手は全員行ってしまって、ぶっちぎりの最後尾ですね。で腕が結構痛いんですけど、ちょっと走りながら大丈夫かどうか確かめている状態です。当たるに舞い上がれた。でピットを通過してターンして、でここからちょっと、コンクリの段差があるんで注意して、で、下って、コーナーセクションに入っていきます。とはいえかなり、左の肩に痛みがあるんで、全然攻められていない状態ですね。ただこの時点だと本当にダメージを負ってるのか、打撲程度ですぐ痛みが引くんかわからないので、とりあえず走るつもりでレースを続行しています。でここが、このコース2番目の上りですね。ここもこの後テクニカルな区間が続くんで、結構頑張って順位を上げるポイントです。で前にはカテワン最後尾集団が見えてきました。でキャンバーなんですけど大渋滞です。ちょっと思い返すと、私カテワン上がってから本当に後ろまで、落ちることってなかったんで、本当に10年以上ぶりぐらいに最後尾を走ってるんですけど、こんなにも走りにくいのかっていう感じですね。まず密度が高くって全然思うところ走れないんですよね。でもあと走
走りにくいと思う原因が、まあ当然パワーがないとか、まあ、テクニックが、十分にないっていうのももちろんあるんですけど、まあ、各選手が あんまり周り見ずに隙間あるところにこう手当たり次第突っ込んでるような状況で、まあ、なのでこのキャンバー区間の、まあ、次ちょっと登るところなんか、まあ、イン側の隙間に無理やり選手入ってきたりするんですよね。でこういうとこ入ってきても結局前に行けないん で最悪そのままミスって周り巻き込んだりするんで、あの順位は上がるかもしれないですけど、このパックというか集団のタイム自体はどんどん落ちていくんですよね。まあ、走行してる間に、まあ、先頭とのタイム差っていうのは、まあ、どんどん広がっていくっていう、まあ、それがまあカテワンの、この辺りのポジションの現実なのかなっていうのを、再認識しました。で、一旦平地に出て、ここでまた順位を上げていきます。で試験員希望が丘、全体的にコースが狭くってあまり抜けるとこもないんで、まあ、後ろ下がっちゃうとポジションを戻すのがすごく大変なんですよね。なのでちょっとこの時点で先頭パックまで戻るのは厳しいかなって思い始めてるところですね。でこの次もちょっと登るテクニカルな、区間があるんですけど、前が一気に詰まって足をついて降りてっていうような、そんな感じです。で、ここで袋ピット前を通過します。この辺りもコース幅は結構あるように見えるんですけど、ライン自体が絞られちゃってなかなか抜けないんですよね。だからこの次の、ちょっと砂が深いコーナー曲がった後、まあ、ここの直線とかで抜くしかないんですよね。で、ここを曲がった後も、頑張るポイントです、まあ、ただちょっと肩の痛みで、ダンシングができない状態なんで、ちょっと決定力に欠けてるような、感じですね。でここを抜けたら、ちょっと立管を通るんですけど、根っこが多いんでパンク注意ですね。ここはパンクしたりとかチェーン落としたりとかしやすいポイントです。で抜けると、最終コーナーに向かっていきます。この次の右コーナーが最終コーナー、はい、でこれがホームストレートです。選手も若干まばらになってきて走りやすくなってきました。で、2周目上り、まあ、ここで順位を上げていくんですけど、ただ結構肩が痛い。まあそれもそうかってことで、
れてるかも。あ、了解。折れてる。あ、足違う。自分の体じゃない。体じゃない、折れてるって。え、どこ行った？今一周走って終わりにするって言ったで、うん、もうこのまま降りるってことやで。じゃあ、体？いや、多分指とかじゃないの。自転車じゃなくて。そう、体の方じゃない。無理したらあかんで。はい、お疲れ様です。1周目の、ダートの上りの一番上でちょっと他の選手と交錯しまして落車したんですけど、アイウェアのレンズが外れてちょっと復帰に手間取って最後尾に落ちたんと、あの肩ぶつけて、でどうも折れてはいないみたいなんですけど、ちょっと捻挫して、まあ、痛かったんで途中で、リタイアしました。まあ、調子がいいかどうか分かる間もなく、リタイアでした。レースから3日経ったんですけど、肩の方は一応骨とか関節自体にダメージがあるわけじゃなくて、まあ、転倒した時にちょっと筋肉が伸ばされて、筋を痛めたっていう状態みたいです。腕が上がらないというか、上げようとすると結構痛いっていう状態です。で、ちなみにぶつかった相手の方は、肋骨一本折っちゃったみたいで、まあ二人とも、結構ダメージを負った形になりました。まあこういうアクシデントっていうのは、まあレースしてる以上どうしてもまあ起きてしまって、まあ今回もどっちかがすごく危険な走り方したったわけじゃなくて、まあ一本のラインに殺到した結果、絡んじゃったってことなんで、まあ、そこは仕方ないと思うんですけど、気が流行りすぎたかなっていうのは、思います。まあ、多分しばらく気づいたと思うんですけど、まあ、なんでちょっと次の週末のレースは、まあ、腕の様子見ながら走るかどうか決めようかと思います。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。